場合はこうやって旅に出て何か感じるものがあった。めちゃくちゃシンプルに、まあ、困ってる人を助けたいっていう思い。今彼らがやってるのはあのセメン外壁にセメントをつけてあの、まあ、固めてる作業をやってます。自分はたまたまこういう形でこの1個診療所を作るっていう結果が出てきたと思うんですよ。それはみんな実際にそうやって困ってる人を見てで知ってしまったら何か自分のできる範囲で行動を起こしていくっていうのが非常に大切なのかなと今振り返ってみて思います。平川総合病院研修医1年目の宮地と申します。高校卒業してもう7年経過したのでそう振り返ってみるとああっていう感じですね。まだ菓子買ってね、買ってね、まあ、修行中で、で自分が主治医になってる患者さんが何人かいるので、まあ、患者さんのところを見に行って、まあ、元気ですかっていうのと、あとはまあ、毎日、まあ、手術とか治療をやるってなったらオペとかに入るっていうような、まあ、実践で勉強させてもらってるっていうところです。一番楽しかったこと。楽しかったこと、やっぱ部活ですかね。何部？野球部の合宿とかはすごい楽しかったですね。辛い瞬間を乗り越えてお風呂に入る瞬間が楽しいですね。英単語ですかね。まあ今言ったらあんま良くないと思うんですけど、もう移動中もずっと英単語開いてやってたので、あの教室の移動とか、あとお昼休みとかもずっと英単語をやってましたし、おにぎり食べながら英単語みたいな、なんか空き時間をずっと勉強してましたね。でそれがほとんど英単語だったので、なんか高校時代英単語ばっかり出たなっていう記憶があります。いやまあ楽しかったですかね、英語をやってて。はい。将来の夢、お医者さんってずっと言ってました。かっこいいなっていうのが一言です、ね、で一番明確な医者になりたいというきっかけは、東日本大震災の時の震災で、あのそういう被災地で医者として働いてる人たちを見て、自分もこういう働き方というか、こういう形で人と関わって、こういう形で人を助けていきたいっていうふうに思った。医者になりたいって思いは漠然とあって、例えばその海外に目を向ければ、まあ、やっぱり医療が未発達と、日本とかだったら助かるような命が助からない現状っていうのが他の国ではあって、どうやったら自分が一番貢献できるのかとかっていう悩みではあったかもしれないですね。その問題を本当に良くしていくためにはどうやってやっていくのがいいんだろうかっていう。進路、まあ他人の先生ですかね、阿部先生といつも相談してたので、まあ、進路ってその大学どうするとかっていうレベルではなくて、将来どうするっていうレベルで話してたので、やっぱ阿部先生思い出します。阿部邦弘先生という方で、まあ、3年間一緒 で、まあ、一番最初の面談だと思うんですね。なんか先生がでもそういう国際社会に出た時に、まあ、どうやって、まあ、現地の人たちに貢献できるのかっていうのを考えた時に、まあ、まず
人じゃ何もできないよね。日本人が外国の世界に入っていって何も文化を知らない状態で一人では何もできないと。で、安部先生が古文の先生で文化的な歴史とか価値観があるからこそ今の日本人の考え方がこうなってるとか、そういう価値観を大切にするというか、歴史を大切にするような先生なので、相手の文化とか歴史とか考え方っていうのがあって、そこを理解してからじゃないと物事はうまく進まないっていうのはとても強調してくれたと思います。ありがたいですね。ザンビアはアフリカの南にある国です。で、今人口が1800万人ぐらいで、で独立したのが1964年、イギリスの植民地から独立しました。ザンビアは一番特徴的なのが、独立してからこれまで内戦をしたことがないっていうので、とても平和な国って言われてます。で、部族が73個あって、部族同士で価値観が違ったりとか、そもそも言語も違ったりはするんですけど、そういった部族同士が、一つのザンビアっていうもとにつながりましょうっていうのを、建国からずっと言われてきて、寛容な優しい国民性だと思いますね。You'll be here for some. Yeah, until Sunday. Until Sunday. まあ、一番好きなのは、特に僕が関わっているマケニ村で、そこに何が好きかって言ったら、やっぱりなんていうか、人と人のつながりがものすごく発達してるっていうのは感じます。テクラチムカさん、テクラが作った料理マジで美味しくて、チキンが特にだからテクラの家がいいなって。いや本当に他の村の人の家でご飯食べるんですけど、テクラのご飯が一番おいしいですね。 You're the best. Thank you very much. Thank you. Takashi is a very good boy. Very cheerful boy and social. Yeah. Handsome. Handsome. Yeah. Because he suits every environment, in fact. He suits everywhere. She's a bit weak.
Mboshi. Okay. Mungagiri Mbolo. Mungagiri Mbolo. シマが作れないと一人前じゃないみたいな感じが確かにめっちゃ体力使うんで You're powerful. いつでも戻ってきていいよっていうような感じで、はい、いやもうおばあちゃんちっていうような感じですね。まあ人と人とが助け合って生きてるようなコミュニティがあって、それは社会インフラが整ってないからこそ人と人とが支え合わないと生きていけない、それにすごい惹かれました。こっちで生活してる方がめちゃくちゃ健康的な気がしますね。夜22時ぐらいには寝て、7時前ぐらいに起きて、のんびり過ごして、お風呂入ってる姿を撮られるの初めてかもしれないです。から最寄りの診療所まで歩くと3時間ぐらいかかる。牧に村から3時間歩いて3時間ですね。で、まあ、自分も歩いてみて、でその時来たのが2月とかなので、まあ、雨季なんですよね。雨季だと、まあ、歩いてる時に雨も降ってくるし、夜なんてすごい寒くなるし、うん、日中はものすごい暑いし、まあ、それを実際自分も歩いてみて、で、まあ、妊婦さんが歩いてるのも見て、まあ、これは確かに大変だなと。実際にそうやって困ってる人を見て、でやらなくちゃいけないって、その見てしまった人の責任ってあるじゃないですか。まあそれだったらやっぱ必要かなというふうに決断しました。まあ、ザンビアっていう大きな括りっていうよりは、クリムラの人たちっていうのが、まあ、自分にとっての第二の故郷、ただ単なる関係性を超えているような部分はあるのかなと思いますね。ごめんね。おばさんです。
本当に家族もじゃあ総動員で。今日総動員です。これお店のお料理ですか？そうです。ご飯宮地のほのほのハンバーグになります。美味しそう。そうです、こちらが。あ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひうちの店にいらしていただければ。はい、よろしくお願いします。その中もこういった地域で野村の人たちが生活していて、見れば分かるようになかなかインフラが整ってない地域なので、実際に診療所までかなりかかってしまうというのは大きな問題の一つになっています。まあ、今実際診療所を作るというと、まあ、大体これくらいの金額が必要になってきます。680万くらい必要になっています。ザンビアのトウモロコシの粉を入れると、まあ、ザンビア風お好み焼きなんですけど、でも向こうがそれが主食でトマト、まあ、これトマトの皮ですけど、トマトを煮込んだのがベース でそこに有機黒大豆、秋田の相馬さんっていう方からいつもいただいてる大豆です。合計でお好み焼きで130万くらい、純益で130万くらいがお好み焼き分ですね。なので診療所全部で必要なのが、まあ全部で全部700万くらい必要で、そのうちの130万なんで、売ってる時に出会った人たちが、まあ、結構寄付してくれたりとか、その後のクラウドファンディングの時も、あのお好み焼き売ってた子たちねっていうので募金してくれたので、まあ、そういう意味では直接的なお好み焼きの稼ぎは少ないかもしれないですけど、まあ、活動を広めることができたっていうのでは結構効果はでかかったかなと思います。もうなんか完璧ですよね。うん、売れ残ったら大体自分たちで食べるじゃないですか、うん、もういつもこれだったんで2年間こればっか食べてて、もう自分の中でめちゃくちゃ飽きて、自分が飽き始めるとなんかめっちゃ美味しいよって人に言えなくなりつつあってそういう領域まで行きましたねもうものすごいこれから伸びていく熱があるザンビアで、僕も一緒に仲間入りしたいで、一緒になんか新しい世界を作っていきたいっていう感じですね。これからどう医療を届けてっていう、なんだろう、新しくゼロから1をどんどん作っていくフェーズで話してて楽しいですよね。うん、
あ、こんにちは。秋田大学医学部5年生の宮地隆と申します。今大学休学してこのザンビアのマケニ村っていうところに来てます。2年前からこの村で病院の、まあ、簡単な医療施設の建設をやっていて、で、まあ、そのプロジェクトを進めるために来ました。診療所を作るのに大体3つ施設が必要で、医療従事者のスタッフハウスと、あと建物そのものと、あ、トイレとかあのゴミ処理場みたいなのが必要なんですけど、もうすでに従事者のスタッフハウスっていうのは完成していて、で診療所は土台が今できているところです。診療所そのものの土台部分がついに完成したところです。でこの周りにあるレンガとかは全部村の人たちが作ってここに運んできてます。What we talked last week, at the last meeting we had at the health post, there was the village leaders. They agreed they will come for the next meeting. Yes, but they were reminded again to say, please, you come with these registers. But yes. did they say any reason why they didn't come with the register? They didn't say any reason to say that they don't have anything to say. Maybe I don't know what I can say. So they just say no. Just forgive us just for 4 days or so. I think on Tuesday, let's make it Tuesday for the communal work. Then we'll come with the registers. They really promised it, that. Yeah. It's been like, it started last year. Yeah. で、まあ、今大きな課題2つあって、1個は、まあ、住民側のやることとして、約束したのが、まあ、彼らも1世帯あたり75クワッチ払う、でまあ、だか750円くらい払って集める予定だったんですね。で結構大きな範囲をカバーしているので、だいたい50万くらい集まる予定で、でも実際今集まっているのが、10万ちょっと、だから 20% か 20% ぐらいしか集まっていない。でそれを確認する上で、じゃあ誰が払って誰が払ってないのかっていうのを確認する上で、それぞれの村長さんがその住民登録みたいのを提出するっていうのを、もう半年前からずっと言っていて、実際にはもう正確に2年前に始まったところがずっと言っていて、で未だにそれが集まっていない。だからその住民側の、もっとやっぱ参加してもらわないと、僕たちが建てるだけだったら意味がないので、そこの部分が滞っているっていうのもありますね。非常に簡単なことでレジスタを持ってくるだけっていうのは何やってんだろうなみたいな感じではすごい思いました。日本で頑張ってお金集めてもこっちでは誰も何もやってないんで、なんかその温度差みたいなところは一番なんかまあ辛かったというか、まあそんな簡単なことぐらいやってほしいなっていうのが思いですよね。この村の人たちがそういう最低限の仕事をしないのは何か理由があると思う。何でしょう。まあたくさん、まあ、いろんな理由あると思うんですけど、まず一つはやっぱりこれまでいろんなドナーが入ってきて常にお尻叩いて、やれって言われて、で彼らがやんなくても多少、まあ、支援がされちゃうというか、だからすごい甘やかしてきた経緯はあるんじゃないのかなとは思いますね。で、
まあ、そこを甘やかさないでできるっていうのは僕たちの一つの強みだと思っていて、なぜかというと自分たちでお金を集めたから、今僕たちが集めた数百万っていうのをもっと別のやる気あるところに使いたいっていうのはすごい感じますね。辞めるってなったらいろいろ悩むところではもちろんあるんですけど、Yes, very much helpful, yes. Because of the distances from here to the other clinic, they will be very much helpful, yes. More especially during the rainy season, more important than the pregnant mothers, yes, and the small children. Yeah, we are waiting for the hope that we are waiting for this building to start constructed. まあ、自分がやっぱり相手のことを知らなすぎたっていうのはとても思いました。たかしは俺らのことよく分かってないんだろうなっていう多分感覚があったから協力してくれなくて、自分が自分がっていうか、この人困ってるから診療所建てたら喜ぶだろうとか、診療所建てたらまあいいとかじゃなくて、やっぱり実際生活してどういう生活の金銭感覚とかスケジュール感覚で生きてるかって言ったら全然違うっていうのが分かったのは大きかったですし、相手の価値観を理解しないとできないっていうところはとても痛感したと思います。How are you? Fine, and how are you? I'm okay. Okay. Miss Gondwe. No, this is just between us, negotiations. Negotiation. Don't intervene in other things. Oh, well, that's what you say. Yes. What's up, girl?Takashi. Regarding the. で今お部屋の準備してくれてるのが直美さんです。直美。ホームステイとか自分お互いをさらけ出すような会話を通じて。それでも一緒にやってくれるんだったら協力したいっていうような人間関係っていうのは徐々に出来上がっていったのかなと。
Machata, all on second show, little Machata, Molly, 75 Quacha Major. Who swim in a last minute, go and buy that. Oh, it's up. But acceptance letters are sent, and then they're stuck. The names are stuck at the university. お互いのなんていうか関係性を深くしていく大切な時間だったのかなと思います。Anything that you want to ask about this flow? Or is everything clear? It's clear. It's clear? Let's move on. Yeah, it's okay.今日はコミュニティワークの日なんで彼が指揮して What are you going to do today? スラッシュ Yeah, yeah, スラッシュ草をスラッシュして刈っていきますと Yes OK This is the maternity waiting room, yeah, the delivery room. For the delivery, yes. Yeah. ここが分娩室になります。結構作業は残ってますね。で、ここも全部プラスタリングしなくちゃいけないんで、その後ペイントをするってなるとどうだろうな。もうでも4月にはオープンしてるってことだよね。させます。させないとですね。誰が来るかっていうのなんとなく分かってるんじゃない。そうです。まあ妊婦さんはいることはいるんで、第1号のお産が死ができるといいですね。ミスターブランド。オッケー。あ、ルイス。革靴なんか持ってたっけ？別の色で塗っちゃったんでまだらになってるんですけど。ちょっとまあそういうところはしょうがないな。あとインバ。アマザオビロセボイファムタンブラアマザオビロ。
Ndakomana kubona to see you everyone. Ninte mwakubimona bonse. This is the moment I've been dreaming of since we set up our organization. Cheji ntuchindari kuro tamaro tangu kuzonutoka tajika. It was 2017 March. Wagari mu March 2017. That time I came here and I found the strong need of health post. Indakabora kuno ndakajana kuti jirandika maningi kuti kupe ichibhadhera. And our goal is not to complete the building. Imuze zo sauriwo wa kumani hama yake. But to provide healthcare to the community. Pere akupa imirimo yakugwairi yabantu munseva. I will be really happy to see the smile of the patient who's been treated here and go home. Njakukomana kubona muntu useka seka anhu wasirwa onka kunanda kakomene. Let us all unite and work hard until the time no one in the community are suffering from accessing the medicines. Atu jatana anto mwe kusika mbaga nipotia kubona kuti muntu amuntu wajana ichivera chakubwe hamusamu. Atuveregere anto mwe. Atukombere chakutambo. Atuveregere anto mwe. Sebenzele pamona. Please give him a big hand and maybe for me a small hand. Amko wakabule maniki warumbu wakambila heonto. Thank you very much. Tuarumaka pati. Thank you so much. Kuwana kwa mbuye watu, kuchoka nyumba ya che, kutipasa kunika mumbali wanyanjayo, mioni kembe kuwalisa mundima ngala waza soche lazo zione kuonika. Hello? Good morning. Hi, it's actually good afternoon here. Hi, good morning. Long time. Long time. How have you been? Yeah, I've been good. How's yourself? Yeah, it has been long. Why being quiet like this now? No, actually, I was waiting for an update. There were other delivery cases in April? Yes, in April, there were only two deliveries. And in those two deliveries, both of the women, they were 18 years of age, and they delivered the female babies. Female babies weighing 3.5, the other one weighing 3. Wow. I have good news. I'm planning to visit Zambia next March. Yeah, so I will definitely visit Makeni. And okay. I really want to see you. Please pass my greeting to your family.
to your niece and to your beautiful wife. My pleasure. Thank you. まあ、やっぱりまた一人前のドクターになってから現地に行って困ってる人たちに少しでもためになるような活動をしたいとは思ってます。今だるいとこないですか？全然ね、まあ、自分がやっぱり今臨床で病院で働いて治療って単純にこれをやればいいっていうわけではなくて、患者さんと話して悩み事を聞いて、もともと持ってる持病のこととか、その社会的な背景とか、まあ、一人暮らしであるとか、そういう相手のことをしっかり踏まえた上で治療の選択肢っていうのを考えていくので、リアルの現場に自分の手と足を使って行く、でその話を聞く、でこれをザンビアでもやりたいなと思います。